はい、こんにちは、七尾です。今日もいつもの、プリムスの IP2243 です。い、それでね、今日のクッカーは MSR のアルパインストアウェイポットというクッカーを使います。今日のはこれはステンレスですね。伸ばして取ってみます。保冷剤入れて、冷やして持ってきてます。具材を今日の山パスタは、ボンゴレを作ろうと思います。ボンゴレビアンコですね。水だいたい 300cc ぐらいです。してきたのでパスタ投入です。 100g 半分に折ったのです。そしてね、パスタ湯がいてる途中ですけど、バター 10g と、そしてアサリの冷凍わさび抜き身ですね、投入です。だいぶパスタも柔らかくなってきて、まだもうちょっとなんですけど、ここらで、これがね、白ワインか日本酒か料理酒、だいたい 50cc ぐらいです。調味料の、コンソメ大体小さじ1杯、それで、塩コショウを適量入っています。ね、パスタが大体いい感じになるぐらいまであともう少し煮込みます。良さそうなので火を止めて、そしてね、最後に飾り付けでパセリを。はい、山パスタ、はい、ボンゴレビアンコ完成です。美味しいです。